本日の閣議におきまして、私の方から各府省の公文書の管理状況を調査した公文書管理に関する行政評価監視の結果に基づく勧告について発言をいたしました。本勧告は9月の20日に全府省の大臣に対して行いました。その内容は1、法令等に即した行政文書の保存期間の設定状況の確認、2、保存期間が60年を超える行政文書の国立公文書館等への移管等、そして3、法令等の遵守の徹底を図るための実効性のある点検、監査や研修の実施などを求めています。この勧告を着実に実行し、公文書管理の徹底を図っていただきたいと考えています。詳しいことは行政評価局に確認をしていただきたいと思います。2つ目はですね、昨日この記者クラブの方、娘の皆さんと、北海道上士幌町に伺いました、ふるさと納税についての調査研究のためです。そしてそこで初めて、念願の地域おこし協力隊の皆様とお目にかかることができて、大変有意義な意見交換をさせていただいたところです。具体的な取り組み内容、その課題、行政への意見や要望など、現場の生の声を伺うことができまして、大変有意義なものでございました。本日は平成29年3月末までに、任期を終了した隊員の定住状況等について取りまとめたので、報告をここの場でさせていただきます。任期終了した隊員は2230人いらっしゃいます。で、その約4割が女性。そして20代から30代の方がそのうち4分の3を占めております。平成27年3月末時点の前回調査に引き続き、今回の調査においても約6割、正確には 63% の隊員が同じ地域に定住をされていることが分かりました。さらに同一市町村内に定住した方の約3割、正確には 29% は起業しておられ、これは前回の調査時は 17% でしたから、大きく増加しているところです。総務省では、隊員の起業を支援するため、ふるさと納税を活用して、隊員の起業を応援する仕組みである、協力隊クラウドファンディング官民連携推進事業や、企業事業客化研修、協力隊ビジネスアワード事業などを実施させていただいています。定住を希望される隊員の一人でも多くの方に定住していただき、任期の終了後も地域の担い手として活躍をしていただきたいと思っております。昨日は、OB として地域でピザ屋を開かれた方にお目にかかりました。もう大変満足をしておられて、とても嬉しく感じたところです。詳細については事務方にお問い合わせをください。3つ目です。9月20日、水曜日ですが、午前3時14分ごろに、現地時間は19日の13時14分ですが、メキシコ中央部モレロス州において、マグニチュード 7.1 の大規模な地震が発生いたしました。首都メキシコシティを含む広域にわたる被害が発生しており、多数の死者、行方不明者がおられるなど、深刻な状況であるということを伺いました。まずはこの地震で被害に遭われた方々に心からお見舞いを申し上げるとともに、被災地の早期復旧、復興を心から祈念申し上げます。メキシコ政府から支援要請をいただいた後、日本政府は国際緊急援助隊救助チームの派遣を決定いたしました。消防は消防庁職員1名、東京消防庁をはじめ7消防本部の救助隊16名からなる総数17名の国際消防救助隊を編成しました。国際緊急援助隊救助チームの主力として派遣したところでございます。国際緊急援助隊救助チームは、昨日21日木曜日午後に成田空港を出発し、本日メキシコシティに到着いたしました。出国前、成田空港で国際消防救助隊の結団式を行い、私からもメッセージを救助隊にお伝えし、激励をさせていただきました。隊員の士気は極めて高く、一刻も早く現地に入り、我が国の高い救助技術を十分に発揮して、一人でも多くの方を救出することを期待しているところでございます。私の方からの報告は以上です。ありがとうございました。じゃあ幹事社の共同通信鈴木から一問お願いいたします。はい、地域おこし協力隊について伺います。はい、現在の定住率6割、先ほどと6割とお話ありましたけれども、これをさらに高めるために、今後新たに考えられる取り組みについて何かありましたらお願いします。またもう一点、
昨日の北海道視察でも隊員の方と意見交換されていましたけれども、隊員の数を増やすなどの目標はありますでしょうか。お願いいたします。初めて の皆さんとのこう出会いだったので、私は緊張していたんですけれども、非常に皆さんいい形で肩の力が抜けておって、それでざっくばらんに楽しいとこ、意義のあるところ、いろいろこう苦労したところをもう本当に率直に話していただきまして、大変嬉しかったことを報告したいと思います。でこれからもやはり同じところに6割もの方が定住してくれているということは、これについては意義があるんであろうと、どうやって進めていったらいいかなということは、昨日お話していく中で、やはりそこにそもそもお見えになる地域住民の人たちとの連携とか、また私たちがその隊の方たちに丁寧なサポートをしていくことが大切なんだなということを実感しています。これまでも取り組んでいますけれども、総務省としては自治体の担当者の方を対象とした研修会の実施、受け入れの流程をまとめた受け入れに関する手引きの作成、隊員や自治体職員からの相談対応するサポートデスクの開設、これにより支援をして、また引き続き支援をしていきたいと思います。本当にこれからも多くの方々にその応募いただけるように、総務省としてはそれぞれの自治体に個別にお任せするにはやっぱり限界があることを感じましたので、広くさまざまなフェアを通じてきっかけを作っていけるように、その先々に定着に向けた支援ができるように取り組んでいきたいなと思っています。じゃあ各社さんお願いします。朝日新聞の上栗です。昨日お疲れ様でした。お疲れ様でした。その前の日、おとといですけれども、放送をめぐる諸課題検討会があったんですけれども、この場では NHK からですね、ネット受信に関して料金を取らないというような、当面の方針が発表されました。民放からは賛成の声、反対の声あったんですけれども、大臣の受け止め方とですね、改めてこの場で2019年から、同時配信を始めたいということで NHK は強調しておりますけれども、この19年というオリンピック前になんとかというこの時期について大臣のお考えをお聞かせください。私も前回初めて検討会に出席させていただきまして、それぞれの方たち、NHK からは開始時期を含めた常時配信開始にあたっての基本的な考え方を、全部お聞きすることができましたし、合わせて民放各局の構成員の人たちからもすべてそれぞれの意見を拝聴する機会がございました。で、そこで私が思ったことを申し上げると、出席者からは検討の進展状況については一定の評価があったと思われる一方、受信料制度との関係の整理やサービス内容の具体化を図ること、またこれが一番私は大事だと思うんですけれども、試験的提供を通じて視聴者のニーズをしっかり捉える努力を行うこと、私は常々言ってるんですけれども、やっぱりこのやっぱり検討会のあくまでも主役は視聴者だと思っています。その人たちのニーズにきちっと応えていけるかどうかっていうのが、大事なんじゃないかと思っています。で検討会の議論は引き続きまたそういうやり取りがございましたので、常時同時配信の、サービスのイメージ、また具体化スケジュール明確と、さらなる検討を、これからも加速化していきたいなと思います。自治日報という専門誌の内川と言います。地方団体の財政調整基金などの基金の増加についてお伺いしたいと思います。安倍総理からの指示を受けて、市町村については8月末を期限に実態調査を行っていたと思うんですが、現在の状況について教えていただければと思います。今手元にその資料が私持っていませんので、今まだ調査中ということです。調査中ということです。8月末で期限切ってやってたと思うんですが、なお調査中ということで、分析をですね、今取りまとめ中でありますので、まだご報告できるところまで途中段階でございます。じゃあ今しばらくお待ちいただければありがたいと思います。以前ですね、調査結果を決算と合わせて分析して公表したいみたいな話があったと思うんですが、
今月の末に決算の速報について公表が予定されていると思うんですけども、それに合わせて公表するという理解でよろしいでしょうか。これはじゃあお願いできますか、担当の方。自財政局で、はい、自治財政局財政課の財政企画課の君塚でございます。基金につきましては今ほどありました通り、調査結果について今取りまとめ中でございます。でまた例年ですと9月末に決算統計の速報値出しておりますので、そこで速報値と合わせてどこまで出すかという点も含めまして、今まだ作業をやっているところでございますので、また追ってご連絡をさせていただきたいと思います。以上です。ご理解よろしくお願いします。でこの基金の問題について経済財政諮問会議などで議論になりまして、でそれで総理の指示があったわけですが、でその財務省なんかはですね、地方団体の財政に余裕があるから基金が増えていると、でこれをですね、地方財政計画に反映して、で要はその財源不足を、地方の財源不足を圧縮して地方交付税を抑制したいというような考え方が、あるのかもしれないんですが、このような考え方について大臣のご所見があればお伺いしたいと思います。私総務大臣として、1ヶ月ちょっとですか、さまざまな超公共団体の首長さんと出会う機会があり、その話についてもいろいろな現場の声を聞きました。彼らはやはりその厳しい地方の財源の中で、相当の歳出の削減とかの努力した結果、今後の万が一に備えて地方に住む人たちに問題がなきよう、取り組んでいる結果が基金だとお話しされましたし、私もそれを信じています。ですから、いたずらにそこにお金があるからというような軽々な議論をしていただいては困ります。じゃあすみません、最後に一つ、すみません、申し訳ない、先日の会見でも伺った話で恐縮なんですけれども、安倍総理が25日に解散を表明されるという報道も相次いでおりますが、この1ヶ月ちょいとですね、新内閣が発足してでの解散についてのご所見があればお願いいたします。その解散総選挙について、やはり前回申し上げたように、まさに総理のご決断に、私が知る限りはですね、これまで過去何回も選挙を経験させて、ほとんど私にとっては突然の解散が多いわけでしたけどと思っているので、私総務大臣としては私からの、コメントは特にありません。よし、フリーランス記者の上地です。関連でですね、もちろん解散は専権事項というんですけども、憲法をきちんと読むと必ずしも専権事項って読めないという解釈もあるんですよね。そういう中で何も審議をしないでいきなり冒頭解散って、やっぱりなんとか疑惑隠しとかっていうようなことは国民から見たらどうしても見えると思うんです。そういう、過程ではありますけども、そういうことについてはどうお考えでございましょうか。つどつどの選挙でその解散に対して賛否両論の声をこれまでも聞いてきました。私自身、自民党の議員として、賛成の立場で、それに臨むこともあれば 逆の立場で臨まざるを得ないこともありましたが、いずれにしてもやっぱり国内外さまざまな、その当然ご承知のように外交に関しては北朝鮮の大変厳しい情勢が日々皆さんによって報道される中、私は国内においては少子化が本当に大変なやっぱり危機を迎えているんだなと、そういうところでしっかりと強固に取り組んでいける政権を、私は自民党の人間ですから、そういうことを維持させていくことがとても大事なことだと思って、それの実現に向けたことになるように、自分なりに取り組んでいかなきゃならないなって思っています。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。